はい、お願いします。はい、はい、うん、カウンセリングね。はい。うん、この前福山さんとね、あの、はい、2時ぴったりに来るって約束して、はい、あのぴったりでしたね。うん、あの素晴らしい。うん、あの本当にぴったりでした。そうですか。もう2時ぴもう2時でした。本当に2時でした。1分遅れぐらいかなと思って。あの2時、扉が開いたのは2時だったんで、あの非常にこう約束というのがもうすごく大事なんだっていうね、その2時に来るということが大事なんですけど、それよりも、はい、そのさらっと言った約束っていうのを守ると魅力的な人になれるんですね。はい、うん、でそれはできるということを証明したわけですから。先生、ほんとね、わからないんですよ。ぴったりと5分前とか、うん、あのね、約束と待ち合わせっていうのはちょっと別に考えてもらえますかね。はい、この前、あの今日は約束のその、まあ、練習というよりは約束を福山さんが守れるんだということを、うん、まあなんていうかな、証明できてるわけですよ。はい、でそれは今日のは2時なんですね。はい、で今日は2時なんです。はい、例えば今日が待ち合わせだったらっていうことになりますね。はいはい、で待ち合わせの時はですね、相手によって、はい、あの自分の中にこのルールがあった方がいいんですね。はい、例えばまああのまあ相手によってこういろいろ変えるのがもう面倒くさいってなってくると、はい、基本的にはですね、まあ、例えば2時に約束してたら、はい、1時50分10分前、はい、まあ、それで通したらいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、うん、それでいいんじゃないでしょうかね。はい、そして例えばあの福山さんが1時50分に来る、まあ、この人まあ、頻繁に約束している相手がいるとすると、はい、あ、福山さんが10分前に来るなと思うと、まだそれの5分前に来る人が出てくるんですよ。はい、そういう時は福山さんが気を利かして、うん、5分前にぴったりにしようかっていうふうに、そういう人の場合はね、はいはいはい、ただ相手がまちまちに来る人であれば、うん、自分が10分前に行くということでいいんじゃないかなと思いますね。うん、だから相手によるっていうのは、はい、その自分の時間よりもさらに早く来ようとする人がいる場合、うん、自分の10分前に合わすんじゃなくって、うん、あの2人ともの時間をまあ2人で決めるというので、そしてもちろん、うん、あの5分前って言ったら自分は5分前に来なきゃいけないんですね。はい、そして相手が、遅れた場合もそれより早かった場合も、はい、もう何も言わない、はい、でそこから先は、うん、あの自分はまあ5分前に来るということにする、うん、はい、うん、そんな感じですね。はい、うん、実際僕の場合は、うん、あのそういうふうに、うん、あのずっと若い頃から、はい、あの決めてました。はい、うん、そういうふうにね、うん、どういうふうにすれば、うん、あの人から好かれるかなっていうふうに、うんうん、僕は基本的にあの、うん、人が苦手なんです。はい、うん、あの対人関係がすごく、うん、はい、あの異常なほど、はい、だからあのスムーズにいくという意味で、うん、あの好かれたいという願望が強いんですね。うんうん、あのプライベートも連絡が来て、うん、どっか行こうって誘われるっていうのははっきり言って嫌なんですね。うん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 、そうじゃなくてその会った時とか次に会う時に、うん、スムーズにその時間が過ぎるようにという意味で、うん、まあ好感を持たれたいということですね。うんうん、はい、そっちの方が目的なんで、うん、ちょっとこう僕変わってるんでね、うん、あの普通の人の人から好かれたいとはちょっと目的が違うかもしれませんけど、はい、あのまあその時間がスムーズにいくという意味では、うん、僕のやり方を使うというのもいいんじゃないかなと思いますよね。うん、はい、まあ待ち合わせ時間をどうこうしたところで、うん、あの人から好かれることはないですから、はい、うん、まあ嫌われることは山ほどありますよ、はい、待ち合わせっていうのはね、はい、まあ遅れたら基本的には嫌われますし、ね、経験がある、うん、私はわかりますね。これ大事ですね。でも自信をまず持ってくださいね。はい、で待ち合わせとかの時間はまあそれで、はい、あの自分なりにやってみて、またダメだったら、はい、あの僕に相談してもらったらいいかなと思いますね。はい、でノートにあの
この前のカウンセリングの後にね、うん、あの笑顔の練習を具体的にこういろんなことをしているということが書いてくれてますから、はい、実際にこうやって練習を始めたということは非常に素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。ここでまず自分ってどうなんだ、はい、自分を知るということですね、うん、あの福山さんはあの真面目なんで、うん、こういうことは割とすぐできるんですね、うん、これ非常に優れているところだと思います、うん、このねすぐできる人って大体で福山さんだけじゃなくて、うん、あの継続力がないです、はい、うん、だから自分はすぐできるというこの長所を生かすためには、うん、継続力をつける、うん、ということを、うん、その身につければ私の長所が生きるんだなっていうこともここで、はい、あの一歩深くね、はい、うん、あの考えてもらったらいいのかなと思いますよね、はい、で具体的にやってることはあの読みませんけど非常にいいことだと思います、うんうん、そしてここに書いていることがまた、うん、あの非常に素晴らしいですね、福山さん個人として、うん、はい、こういうことを笑顔のことをね、はい、続けるためにも YouTube ショートで伝えていかない、伝えていけないかなと昨日思ってしまいましたっていうことを書いている、はい、これ素晴らしいですね、はい、うん、あの以前だったらこれを書かずにしまってたわけです、うんうん、YouTube を流してしまってたわけです、はい、うん、これ自分で自分が損することにブレーキをかけた、うんうん、これはね先生の言うことを守れたっていうふうに意味づけるとあまり福山さんにとって良くないんですね、うん、自分のために自分が損することにブレーキを、うん、ね、このなんでブレーキ、はい、ブレーキって言ってるかっていうと、はい、次の2つ目の相談の時にこのブレーキという、はい、キーワードがかかってくるんで、これは僕はこういうのっていうのはあの偶然ではないと思ってるんで、うん、あの多分福山さんは、はい、あの今までカウンセリングしてて、はい、ブレーキの効かない人だなって思います、うん、そこですね。でそのブレーキの効かないということが2つ目の、はい、そのまあ交通違反の話なんですけど、ブレーキを効かない、ブレーキをかけない、うん、ブレーキのタイミングが遅いということが全ての交通違反につながっていると思います、うん、今回もそうだと思います。これはまた後半の方でします、はい、でもこれは心の中からそのことは始まってるんで、はい、こういうふうに自分の損することにブレーキをかける練習、うん、自分の得することにアクセルを踏む練習、うん、ね、ブレーキとアクセルっていうのはまず心の中で練習していって、うん、そうすると現実の、ブレーキアクセルというのを間違えずに交通違反もしなくなると思います、うん、はい、本の続きの解説をお願いします、うん、でこれがあの前半の方のメインなんで、この前は一つ目の、まあね、斉藤ひとりさんの魅力的な人になるためのヒントっていうのの、はい、最初の第一章のところにね、はい、10個の秘訣を書いてくれてたんで、はい、それのまあ、一応ベスト3を僕が提案して、はい、一つ目がマスクの中でも口角を上げてっていうね、はい、で二つ目が次ね、タイミングよくうなずくことでっていうのがあるんですけど、一つ目のところでですね、もう一つ福山さんが知っとかなきゃいけないことがあるなって、もう本当についさっきちょっと思ったんで、そこだけちょっと補足しときますね、何ページだったっけ、47ページ、あの47ページにね、はい、まあ、極意って書いてありますよね、はい、で僕これ今日読んだんですね、福山さん来てくれるなと思ったんで、その時にふっと、はい、福山さんって、はい、誰かと話してる時に、はい、会話の中に、はい、こう笑い声って出てくるのかなって、ふって疑問が出たんですよ、うん、福山さんって子供の頃とか思春期の頃とか大人になってから、はい、お母さんと話をする時に、はい、二人でよく笑うというシーンっていうのはあったんですか？一つだけ人の悪口を言って笑うということを除いてください、はい、それを除いて二人で、うん、
笑うということが2人の会話の中にあったという記憶ってないんですか？じゃあ次、ご主人との会話の中で2人でこう笑うというその会話の記憶っていうのは何かあるんですかね？悪口を言わずに、そうね、ないに違いますかね。ないの。そしたら、娘さんたち、うん、まあじゃあ長女さんと次女さんは違いますから、長女さん次女さんのどちらかとその笑いがこのことを話してるとよくお互いに笑うのよというのはあるんですか、うんうん、あったんですか過去に。ない。あまりない。ないんですよね。うん、じゃあと。まあ、記憶はあまりないんですよね、事実としてね。うん、はい、じゃあ友達とか、はい、うん、まあ、今までじゃあ、うん、生きてきた中で、あのこの頃はよく笑ってたなっていうのが、うん、まあ、どっかではありますよね、うん。これっていつ頃なんですか、よく笑ってたことって自分が。まあ家の中では笑は、うんうん、あんまりないんだけど、うん、やっぱり。まあ、お友達と、うん、まあ、よう出かけとった時期があったから、うん、やっぱり遊びに行って楽しかったり、うん、美味しいもん食べたりとか。結婚してからですよね。はい、結婚してからね。結婚してから独身の時じゃなくて結婚してから、うん、結婚してからね、うん、お友達と10年ぐらいね、うん、遊んでたんですよ、うん、私。でそのお友達とその笑ってたっていうのは、うん、何か一つでも何かその会話の内容ってなんとなくでいいから覚えてますかね。どんなことっていうのありますかね。そうですね、うん、それって悪口ではないですか。悪口もいっぱい言ってたけど、うんうんうん、やっぱり遊びに行ったりもしとったから、うんうん、遊びに行ってどんなことで笑ってたんです。そうですね、うん、あまり記憶がないことはないですか、うん、実は。うん、そうやね。うん、あのね、実はですね、うん、これ福山さんだけじゃなくって、はい、人間っていうのは普通に生きてるとですね、はい、あの笑うことってあんまり起きないんですよ。うん、はい、うん、多分福山さんが、うん、そのお友達と10年間ぐらい行ってた時に、はい、笑いがあったのは僕の予測ですけど、うん、多分そのお友達と一番人の悪口を言ってたんじゃないかなと思います。だからこれちょっと、はい、あの記憶の意味を書き換えないといけないですね、うん、うん、はい、僕はあの母親との関係、うん、そして夫との関係、うん、そして娘たちとの関係、うん、そしてその長年付き合ってた、うん、まあ一人なのか複数なのかそこは知りませんけど、うん、はい、この4つのパターンで考えた時に、うん、僕はあの最悪の人間関係は、うん、そのよく笑った人との人間関係だったと思います。これはなぜならば理由は、はい、多分悪口マックスだったからだと思います。うん、うん、そしてさらなるそれの理由は、うん、そんなに笑うことって、うん、遊んでても起きないのが普通だからです。わかりますよね、はい、でそんだけ笑ったっていう記憶があるということは、うん、あの僕からすれば、うん、どんだけ人の悪口言ってたのよ、うん、とかね、うん、どんだけ人を落としてたのよとかね、うん、どんだけ人をバカにしてたのよとかね、はい、あのそういうことが僕はほぼ間違いなくあると思うんで、うん、はい、あ、私の今まで生きてきた中で、うん、人として、うん、あの一番波動が下がってたのは、うん、あの人、もしくはあの人たちと、うん、ね、あの人たち、あの人っていうのは、うん、間違えたらいけないんで、うん、母親との関係、夫との関係、娘たちとの関係ではない人との関係、うん、それが最悪だったんだっていうことを、うん、はい、あの福山さんは今日あの、うん、知っといた方がいいと思いますね。はい、わかりますね、はい、うん、では前半はここで終わって、はい、あの後半15分で2つ目のところの会話、うん、はい、あの会話じゃないわ、うん、説明をしていきましょうね、はい、あ、だから、うん、あの1つ目はその会話の中に笑い声が、はい、まあ、ないのが普通なんだということなんですね、うん、でもこれがあれば一番いいわけですよね、うん、
うん、そこに遊びというものが、うん、例えば競馬が当たったら笑いますよね、はい、うん、当たったわ、うん、はい、よかったね、うん、ね、はい、っていう感じでね、はい、うん、まあ、喜びの笑いですね、はい、けなす笑いじゃなくてね、うんうん、西国でもそうですよね、うんうん、まあ、思った以上に桜が綺麗だとか、うん、そうすると逃げて笑いが出ちゃうんですね、うん、ふわ、思ってるより綺麗だね、うん、みたいな感じで、うん、うん、だから遊びっていうのは一つ目のことを、うん、そのさらに磨きをかけていく上でも必要なんだっていうことも知っておいてくださいね。はい、ありがとうございました。